ハロウィンっぽいやつをね、今年はね、これはね、あのショールームの景品でみんながね、あの当てて、あのちゃんと2位で勝たせてくれたから、4000円分のアマゾンから楽天であの買える商品券もらったから、それであのドナルドの格好をしてきました。どうですか？あー、かわいいよー。ありがとうございます。1曲目に聴いていただいたのはパートオブヨワールドってリトルマーメイドの曲なんですけれども、ディズニーが大好きなので歌わせていただきました。そしてね、あのね、セリフがちょいちょい入ってね、ね、これ欲しい20個もあるのでね、あの28個入りのね、あの現地パイ配らせていただいたので、イケイケに配っていただいたので、よかったら食べてみてください。はい、ということでちょっと一回給水なんかな、もうね、満足しすぎてね、ちょっと喉枯れてきちゃったの、本当に。またか、また喉が加齢臭で、はい、なんで吐いてんだよ。あ、かわいいとか、あのピーで美味しいとか、なんか、はい、はい、かわいい、はい、かわいい、はい、かわいい、棒、はい、かわいい、はい、かわいい、はい、はい、美味しい、美味しい、はい、はい、はい、美味しいに決まってんじゃないですか。昨日私計算したら10杯ぐらい飲んでたんですよ。やばいやと思って、そろそろね、本当にね、もうね、いい T シャツ着いてるね、本当にね、ビールくず、いや、でもファンは酒プロだから、プロだから、プロプロだからということで、自己紹介が遅れましたが、新しく自己紹介が増えました。みんなの家宝になりたいです。札幌のちゃんと大丈夫なオールマイティマルチプレイヤー、とりあえず美脚の家宝です。よろしくお願いします。ということです。新しく増えましてね、はい、こんな感じでやっていこうと思うんですけど、なんか煙多くないですか？煙多くないですか？ちょっと煙少なめでは全然大丈夫ですよ。ということでですね、私が鳥なので、みんなで盛り上がって、あと盛り上がる曲しかもう寄って、持ってきてませんので、ぜひ全身いっぱい写真撮って、いっぱい盛り上がって、いっぱい踊って帰りましょう。チカチカしたね、チカチカしたね、チカチカしたね、
野村さんお疲れですかね、きっとね。あ、お疲れですよね。本当に1年もね、いっぱい働いてお疲れだと思いますので、皆さんで野村さんをねぎらってあげてください。はい、野村さんありがとう。お疲れ。お疲れ。そして出版の竹丸さんお疲れ。どこにいるの？あ、見えた見えた見えた。真っ暗だから見えます。ということでですね、オリジナル曲とカバー曲と。カホちゃん、ビール押せタイミングが押せんだよ。ということでですね、楽しんでいきたいと思います。聴いてください。オリジナル曲、ギュッテシI'm not afraid to die.
Oh.
俺も長袖きついね。俺もよいしょ。急水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 急アルコールビールらしい急アルコール急アルコール何語絶対できてるんだよね。アルチュー大丈夫？アルチューじゃない、アルチューじゃない、酒プロだよ。おお。ね酒プロプロプロじゃあ酒プロの主犯格今日どこいた？もう一人どっかいたな。どっかいたね。同じビルにいるんかい。あ、なに匂いがするみたいな。警察系みたいなね。ということで、ですね、ギュッてしてオリジナル曲と、頂点ラブ久々にカバーをやった気がして、なんかもうこれも昨日の深夜に酔っ払った勢いで決めたんですよ。なんか鳥だし、ちょっとなんかみんな知ってる曲も入れた方がいいかなと思って、ね、なんか踊ろうかなと思ったけど、何気に覚えてたっぽい。やばいな。結構隠した部分あるけどね。でも戻ってくれてありがとうございます。そして、ね、3曲目ビューティフルストーリーとオリジナル曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ちょっと告知なんですけれども、告知というかね、はい、私12月12日で、なんと25歳になります。17歳でいきます。ということでですね、まあ、まだ見てないんですけれども、だいたいね、生誕の時はね、生誕委員がいてなんかね、外のスタンドフラワーをなんかみんなで、ね、折半していくらでご投稿で、メッセージカード集めてどうこうでとかなんかこういろいろ聞いててね、そういうのも頼みたくないなと思ったので、すべて自作自演で今年もやらせていただきますので、ということでですね、まだね、全然空きはあるからね。あ、でもそれでも、これ何枚入った？120じゃん。かな。30ポケットの10枚。360枚。本当に？360。まあいいや。何でもいいや。360。でもあとね、なんか結構、両面埋まってきてね、まあ見たくないからちょろちょろって見るんだけど。あ、でもね、結構埋まってきてるけどね、まあもう一枚買うので、ぜひぜひね、今日の物販でですね、これを、書きに来たよーっていうだけで全然いいので、もうこれはね、もう枚数だと思ってるので、もう一人何枚書いてもいいから、はい、お願いします。お願いします。待って、汗やばくない？久々にこんな汗かいたんだけど。本当になんか、あー、欲しい人。欲しい人いる？オークション、ほらほら、ほらほら、ちょっと査定、査定。カホのこの汗、査定。査定、査定、査定。嗅いで、嗅いで。匂い嗅いで。やだよ。新鮮な汗をね。ほらー！舐めんなよ！やー！もう本当にここだけさ、ここだけまず18禁であるね。本当にさ、今日、待って。一番下高校生いたじゃん。ふうこちゃんいるんだよ、ふうこ。そうだよ、ふうこちゃんもいるし、ゆりんけちゃんも出てたし、こんなの見せちゃダメだよ、大人。ダメだよ。ダメだよ、大人。悪いよ。ほんとに、この後、本当にふうこちゃんと一緒にカホもお誕生日お祝いするのかな。そうだよ、もう、カホさんってこんな人なんだとか思うんだけどさ、大人って汚いな。ほんとさ、大人ってこうやって汚れてくるのかな。大人にならないでね、本当に16のね、純粋なお母さんに反抗してるままでいてほしいなと思います。切々に本当に反抗してるぐらいが一番可愛いから、本当によろしくお願いします。誰目線やね。急性はね、あ、待って、これちょっと一回飲み切るわ。え、だって次の曲で最後なんだもん。もう一杯、はい、もう一杯、はい、もう一杯、はい、もう一杯。誰が作るんだよ、誰が増やすのよ、お前。山さんワンオペやってんだから、お前。野村さん、ビールください。誰かドリンクで野村さんにビール、これでいいから。
野村さんに見えるじゃない、カホに見える。野村さんダメだ。はい、野村さんすいません、お願いします。すいません、はい、バカみたいなこと言ってます。すいません、言っちゃって。じゃあつないで。はい、ということでですね、まあ少々告知をさせていただきたいなと思います。私ですね、今日まあ受付の時にですね、フライヤーが配られたと思います。それの裏に、今日の日付とお名前と来てくれてありがとうってね、メッセージ書くので、物販の時はそれで遊びに来てください。来た？飲んじゃった。飲んじゃった。ありがとう。完成しちゃう。言ったっけ、カモさっき朝舐めたじゃん。汚い。今晩使うから。やめて、16歳いるのに。ほんとさ。ということで、そのね、まあ、フライヤーを持ってきてくれたら、そういうメッセージ書きますので、ぜひぜひ遊びに来てください。あと今日はですね、ちょっと運営が仕事の都合で来れないので、ランダムチェキあります。で、ランダムのチェキなんですけれども、衣装、1枚はこれ2枚セットで1000円なんですけれども、1枚はこちらの衣装で、皆さんの好きな、写真を選べる形になって、2枚目はねランダムでちょっと引いてもらう感じなんですけれども、2枚セットで1000円になってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、あとですね、ショールーム毎日配信、今日で277日目になりました。おめでとう。はい、おめでとう。ということで、そしてですね、アットジャムって知ってますよね、皆さん。アットジャムザフィールドっていうね、ライブ出演権をかけたオーディション最終審査残りました。イエーイ、ありがとうございます。皆様応援ありがとうございます。それでですね、最終審査が明日になるんですけれども、明日、アットジャムザワールドっていうね、ショールームの番組内でですね、投票機能がありまして、投票ボールを投げるという皆さんね、ことができますので、応援はそちらでできますので、ぜひぜひ投票ボール投げて、そしてね、星投げとかでですね、もうカホいいよみたいな、めっちゃカホいいから、もう本当に、酒とかそういうのは、抜きに、酒とかそういうのは書いちゃダメだよ。カホマジ超いいからって。すごいいいじゃん。カホ超いいじゃん。そういうのはダメです。カホ17歳でやると、そうだけどね。そういうこともね、書いてね、盛り上げてほしいなと思います。そしてですね、もういっぱいあるんだけど、10月のですね、毎週月曜日、調布 FM ラジオの24時30分からめっちゃ輝きたいっていう番組の、オープニングテーマ曲に私のオリジナル曲ビールの歌が使われています。イエーイ。ということで、これね、あと2回しか今月流れないんですけれども、リスラジというアプリでも聴けますので、よかったら聴いてみてください。すべて私のツイッターをチェックでよろしくお願いします。ということで、ちょっと持ち替えなきゃね、私の、マイクが、こちらで。ということで、最後の曲、ビールの歌で、今日の絶唱を締めたいなと思います。皆さんの乾杯の準備できてますか？イエーイ！ということで、最後聴いてください。ビールの歌！